ギヨコさん草か知らないよ。今日の上場思い出した。これちょっと言わして。それ言われちゃったらさ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。上チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは。上チャンネルです。はい、今日は。今日はですね。うん。上さんの歴代監督プロになってから監督とのエピソードとかなんか聞きたいなと。ああエピソードね、はい、まあいろんな歴代のね、まあ、オリンピックもそうだし、はい、普通の J リーグも代表もね、はい、数々の俺監督とやってるからね、はい、うん、じゃあやっぱりさプロになってからでしょ、はい、っていうことはやっぱり18歳、ね、ジェフユナイテッド市原に入団した時、はい、ね、記憶も英順監督のエピソードいこうか、はい、うん、いや俺本当ありがたかった。やっぱりさ高校生初のスタメンで、はいはい、そして出場してでゴールして、はい、っていうのがやっぱりこう もうものすごくセンセーショナルだったでしょ、うん、はい、あれは清雲さんが監督じゃなかったら俺絶対無理だったと思うし出れなかったと思う。あれは入団してすぐにもう先発は決まってたんじゃないですか、うん、決まってない決まってない。もう前日までも俺は B チームにいたから。あ、そうなんだ。そう、それ何を血迷ったか当日にいきなり先発はジョーだって言ったのよ。それが清雲さんなの。だからよくよく考えたらやっぱりサッカーはあまり知らないから出してくれたのかなと思うね。そんなことないですよね、プロの監督やってるわけですから。いやいやいや、そう、まあだけど清雲さんは本当にこうなんだろうな、いろんなエピソードあるんだけど、はい、一つはその練習の時にね、はい、あの人ラグビー出身の方だから、はい、トレーニングで、ね、こうやっていく中でいきなりね、これからラグビーやるぞって言い出してね。え、練習中ですか。そう、ライン並べって言われて、はい、でこうパスワークみたいなのこうやってやるぞって言い出してね、はい、でいきなり俺たちボールを手に持たされて、はい、こうやってラグビーこうやってやる、はい、でルールなんか知らねえじゃん、はい、だからもう適当にウェーとかつって楽しんでさ走ってたらさピーってホイッスル鳴らして、はい、戻れとか違うとか言って、はい、ボールはこうやって前にやったらいけないんだとかね、いやルール説明始まったわけよ、はい、でみんなさえってマジかこれっつってで挙句の果てにはボールをこうパーンって蹴るんだよね、はい、蹴ったら一番後ろの人がなんか走ってってそれをこうキャッチしなきゃいけないルールらしいんだよラグビーね。ラグビーはそう、だからそんなの知らないじゃん、はい、バーンって蹴ってさバーって取りに行くじゃん。そしたらまたピューッと鳴らしてでこれは違うとかっつって本気で怒っちゃってで俺たちもさマジかと思ってそれでそう選手がもう怒ってね、はい、先輩たちも、はい、いや監督って俺たちラグビー選手じゃねえよって言って、うん、でこんなルールとかねそんな細かいこと言われたって分かるわけねえじゃねえかよって始まったの、はい、そしたら清駒さんもマジ切れしちゃって、はい、何言っちゃうんだよとかってルールはルールなんだとかつって始まってさもうほんと大乱闘になるぐらい、で清駒さんねかぶってた帽子をねパーンって投げ捨てて、はい、もうやらないとかつって、はい、怒っちゃってさ、はい、で俺たちもさもう唖然としちゃって、はい、でその時の練習がまあなんかそれで終わっちゃったみたいな感じ。そうすごいですよ。すごいもう J 開幕してるの開幕するね、開幕してからだったかな多分。そうだと思う、そう、もう衝撃的でさ。それすごいですね。いやだから俺たちはサッカー選手のプロとしてやってるのにそうですよね。ラグビーの要素を取り入れるのは俺いいと思うんだよね、はい、いいと思うし、だけどそのルールって細かくやりすぎちゃうと、はいはい、分かんないしさ、はい、そうだからそれでまあすごいいざこざがねあったりとか。いや面白いね、清駒さんは伝説の人だから。あ、そうなんですね。ほんと面白くて、で俺も試合出てな1年目2年目あたりかなの時に、まあ、囲み取材ってね、はい、記者の人とかいろんな人が来てこう話したりするんだけど、で監督もねなんかそうやって取材を受けたりするんだけど、はい、その時になんか俺やっぱりちょっと生意気だったからあの時代ね、で清駒さんが冗談で囲み取材の時にね、ジョーはすげえ生意気だからあいつねって言って一回自衛隊に入れなきゃいけないなっていう風にね、はい、記者にパーッと話したわけ、はい、そしたら次の日トースポ一面ジョー自衛隊入管みたいな感じでトップ一面だよ大きく。あ、そんなあったんですね。んでなんかそういう風に書かれたよみたいなこと言われてさ、はい、っつって見たら本当に一面超デカデカと載ってるわけ記憶も英順監督がジョーに対して自衛隊に入れなきゃいけないみたいな、あいつはもう一回精神を学んでこなきゃいけないみたいな話が全部あってさで俺清子さん言ったもんね、清子さんいい加減してくださいよっつってこんなこと言っちゃったらこうやって乗るじゃないですかって言ったらハハーって笑って終わりだったっそうだからそういうこうちょっと破天荒なね、あ、そういうふうに見えないですかね僕らは、うん、だけど
まあ、清雲さんはやっぱりラグビー出身で、やっぱり大学の頃からサッカー始めて、はい、でも代表にもなってっていうね、人だし、まあ、すごい人だと思うけど、でも俺はサッカー知らないと思うんだよね。あ、清雲さんは清雲さんサッカー知らないよ。だってまず俺使うんだから、高卒で前日まで B チームにいて何を打ち迷ったか俺を使っちゃうぐらいだね、人だし。まあ、でもそれで俺はブレイクできたから、うん、もう本当すごく恩人だと思うし、すごくいい監督だとは思うんだけどね。みんなだってミーティングの時に当日ね、一番下からゴールキーパー下川とかね、はい、センターバック五十嵐とか、まあいろいろこう選手を言っていくわけ、はい、でボードに書いていくの、はい、中盤の選手を書いていって、はい、でトップに来た時にオルデネビッツってね、オッツェっていうね、うん、選手で、ここでジョーって言って書いてあるったら、みんながみたいな感じで全員って言ったからね。あ、そうなんですね。そのぐらい信じられないことだったから、俺も超焦ったしね。だからやっぱりそういうのってね、なんか不思議と、なんかそういう監督のなんか思いなんか分かんないけど、ね、でも俺はチャンスをもらったからね、すごい良かったけど。それはあの清雲さんに聞いたことないですか、なんであの時にこう、うん、ジョーさんにしたのか、なんかこうひらめきみたいなのがあったのかとか、そういう話は。あ、そういう話は全然したことない。いや、これ聞いてみたいですね。ねえ、清雲さんに何も考えてねえよって言うかもしれないよ清雲さんだから。そう、いやだけど本当になんかね、そういう感じの方でね、うん、だけど俺は助かったから、まあ、それで本当にブレイクさせていただいて、うん、4試合連続ゴールも ねしたし、はい、だからそういうのはすごく清雲さんに感謝しなきゃいけないなってね、今でも思ってるしね。なんかこう交代する時とかのひらめきとかもあったりするんじゃないですか。え、ここでそこ交代みたいなのとか清雲さんあったりするんですか。 あるね。だけど清雲さんね、面白かった。 もっと違うエピソードがあるの、ごめん、はい、これね、本当面白かったエピソードがあって思い出しました。思い出した。これちょっと言わして一つね、はいはい、あのね、当時、まあ、リトバルスキー選手ね、はい、ドイツ代表 でワールドカップ3回も、ね、出場して、でそのうち1回優勝してるしね、はい、でリティがいて、俺たちはまあ前日とかにホテルに入ったりね、はい、食事みんなにするんだけど、あの人たちはコーラを飲む習慣があるの。やっぱりこう日本の古い文化というか、まあそういうのがあって、やっぱり炭酸はいけないとか、うんうん、食事中にそんなの飲んじゃいけないとかっていうのがやっぱり あったわけ、はい、だけど、まあ、リトバスキーはもう自分で注文してコーラだと、うん、でコーラを必ず入れさせてコーラを飲みながら飯を食ってたわけ。そう、そしたらね、清雲さんがそのマネージャーの人にね、ふざけるなと、なんでコーラなんか入れるんだと、食事中にね、こんなのダメだと、廃止しろって言って廃止させようとしたの、はい、そしたらリトバルスキーが、いや、ふざけるなと、俺はコーラを飲んでワールドカップ3回出てんだと、うん、そう言ったら、そのまま据え置きでコーラを置いちゃったというねそうそう、それ言われちゃったらさ、まあ確かにそうですね、もう実績がね、そりゃもう違うからさ、もうそれも従うしかないみたいなさで俺たち苦笑みたいなリトバルスキーに言われたらそうだよ、リティに言われたらそうだよねってなって、まあそういうね、ワールドカップ3回出て、ね、コーラで、ね、いけないとかそんなことじゃなくて、うん、そう言われちゃったらもうそれしかねえなっていうね。だからもう本当それがすごい面白かったなっていうねまああとはやっぱり交代とか、まあそういうのもそうだけど、まあ記憶もさ、優しすぎたのかな。やっぱり自分のもちろん考えでこういうふうにしようとか、いろいろもちろん監督だからあるし、そうだけど、もうびっくりしたのが、またリットバルスキーね、はい、リティがやっぱフリーキックの名手でもあったの、はい、まあ、フリーキック打ったら本当にもうここに打てばいいんだよって言ったらもう入っちゃうわけよ、うん、で、ね、市原臨海競技場のね、何の試合だったかちょっと覚えてないけど、サブだったわけ、リトバルスキーがね、はい、怪我かなんかしててサブでずっといて、で後半残りもうアディショナルタイムに入った時にフリーキックを俺たちもらったわけ、はい、ゴールの近くでね、はい、そう、そしたらベンチなんかざわついてるわけ、はい、で後から聞いたらリトバルスキーが、監督交代させてくれと、うん、俺が行くって言ったらしい、はい、でそのもう最後ワンチャンスだよ、はい、で交代させて、はい、でリティが入ってきて、はい、でフリーキックこうやってやってポーンって決めたの、それで勝ったの。おお、すごいですね、やっぱり。いやー、だからこれすげえなっつって、うん、でリティはまあもちろん実力はあるし、はい、でも監督だったらそのワンチャンスにするのか、それともいやいやいいっていうのかね。だけど、まあ、リトバル好きだからこそ、うん、まあ、そういう実力も知ってるし、だから清雲さんはよっしゃ交代しよう、うん、頼むぞって言ってやって結果を残すっていうのは、うん、だから監督となんか選手とこう信頼関係はすごく厚かったかもしれない、うんうん、だけどやっぱりそこで決めるリトバル好きはすごいよ、ね、いやマジですごい。あの人たちはやっぱりちょっとあの時代は、うん、まあ、やっぱりすごい時代だったしね、全然ちょっと脱線しちゃうけど、うん、あの人たちのマネージャーさんっていうのがねいてね、はい、チームにこうすぐ帯同してくるんだけど、はい、取材とか受けるでしょ、はい、で取材受けた時にストップウォッチを持ってるわけよマネージャーさんが、はい、で
あ、取材じゃあここからスタートですね、はい、ピッと押すわけよ、はい、で喋るでしょ、いろんな質問あって、でピッて止めて、たら1分何十万とか。あ、そうなんですか。そういう時代だよ。あれってこうお金もらえないんじゃなくて、もらえない、普通はもらえないよそんなの。普通はもらえないですね。囲み取材でそんなのもらえないし、はいはい、そうだけどもう囲み取材も全部。あ、そうなんですか。ピッて押して、はい、いくら、で請求する。あ、そうなんですか。すごいでしょ。すごいですね。いやだってそうなんだって、まあ、スーパースターですよ。やっぱスーパースターだし、でも本当にやっぱあの当時ね、93年94年ってこうお金を使って、うん、やっぱり海外のね、そうですね、すごく有名な選手を連れてきたりしてたから、うん、もう破格だったのよ、うん、あ、リトバルスキーさんもすごかったし、うん、でこれ噂だけどジェフにセガっていうね、はいはい、スポンサーが入ってたんだけど、これもリトバルスキーが連れてきたと。リトバルスキーが来るんだったらセガつきますっていう話だから、そのぐらいやっぱりすごかった、うん、やっぱそういう選手がゴロゴロいたし、だからやっぱりすげえなと。華やかでしたよね。華やかだったしさ、選手来るのかっていう、いや本当にすごかったし、やっぱり練習しててもやっぱり俺たちすごかったのよ。やっぱり間近でそういう選手と一緒に触れ合えるし、あ、こういう風にするんだとか発見もあるしさ、だからすごく成長したの俺たちもね。いやでもすごいやっぱりこういろんな学ぶべきことがねあったなと。ちょっと脱線しちゃったけど、そうですね、うん、でも清雲さんは本当に、うん、忘れもしないやっぱ監督だし、本当にこの人はすごい監督だったなっていうね、いろんな意味でバランスの取れたね。ああそうですね、うん、当然恩義を感じてるけれども、ちょっと破天荒な部分も、そう破天荒なね、そういうラグビーやったりとかね、いきなり俺を使ってみたりとか、なんかそういう人だったね。なんか今まで歴代の監督の中でもなんか清雲さんが一番エピソードないのかなって勝手に思っちゃってたんですけど、いっぱいあるんですね。あるよ、まだあるよ、まだあるけど、もうこの辺にしとこう。そうですね、うん、他の監督もまた次回ね。俺だっていろいろ本当にさ、いろんな監督やってるからね、はい、だからまあ監督エピソードいっぱいあるね。その中で清雲さんシリーズになっていってしまうのか。あ、そうだね、監督シリーズになるのか。清雲さんもあと多分3時間ぐらい喋れるね。じゃあシリーズ化しましょう。まあね、またやりましょうね、はい、うん、でもまた次回じゃ、はい、違う監督ということでね、はい、はい、じゃあ皆さん、ジョーチャンネル以上となります。それではまた。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。